アラインアンダーライン10スラッシュアウェイ同じハイフは、パイプは、パイプダッシュ。IP ロケ、1オツです。コテハン IP 表示ありがとうございます。表示がうまくいったことでいつもの全スレ貼り忘れているようなので貼っときますね。過去スレパートレイ1パートレイ2 HTTP。開きかっこ機種時代の栄光松永幹雄機種成績。開きかっこ調べ教師の決勝閉じかっこ重賞優勝記録2009年小倉記念、ギーダンスアジョイ北九州記念、ギーサンダルフォンミノル花賞、GI。今週の想定213、土東京 12R4 歳上1000万下田2400メートルカレングラス上戸崎系京都 10R 飛鳥 S 芝市。カレングラス上210栗坂亮助手 53.9-38.9-25.1-12.71 一杯日。外フォースフィールド1杯と合わせで0秒後。7、8オツです。ユイマール小倉で変わり見ないかな。IP 表示で、機種オーター減るから、カソルよな W ようやく、平和なスレになるな。よくミキオは両チューマ預かりまくってるのに素質を壊すとか言われるけどそんなに前例やる。自分が思うのはコートシャルマン、テルナノーグぐらいだと。ノリオタ消えたな。1も3もオツ、これで、このスレも平和になるかな。昔のように、1年半かけてスレを消化したカンコドリピヨピヨくらいでちょうどいいよ。スレの流れが元に戻って嬉しいところでラニの次走はどうなってるの。11素質を壊すというよりローテに問題あるな。クラシックに出走すらさせられないのはまずいと思うことしならロイカバードはローテさえ簡易。アウォーディやっと戻ってきた。11昨年からようやくノウハウできたんじゃないか。馬に合わせた調整もローテの組法も。今年はそれが年初から結果として現れてる。11、17昨年後半よりレース選択上手くなった気がします。アウォーディのダート路線変更などそのもたるものかとレッドミモザは。斉藤のところはクラブ馬中心、ミキオのところは個人馬主中心、こんな感じになりそう。ラニに。クラブ馬は会員がうるさいからね。ラニはヒアシンスの結果次第では。まだ500万買っただけだし。まあ雨だよな、しゃあない。通常の馬場ならいい競馬なんだけどね。内側に馬場だけに厳しかった。重賞でほぼ差のない競馬してるだけに、もどかしい。あと少しだけ天気が持てばよかったのにな。普通に外回してれば買ってたのにな。仕掛け遅れて伸びないうち入れるとか最悪の騎乗だったな。デムーロアの騎乗はないわ。外のビババ、絶好の大外枠で荒れたらダメだわ。ラニはヒアシンスエース除外はないみたいだけどラルクがまだ椿賞に登録残ってる。まだ悩んでるのかな。アムール以外全部条件馬だから負けたら正直やばい。なぜ下手な方の外人を乗せるのか。